ぐっさん、こんばんは。こんばんはでございます。いや、今日はひどい目に遭いましたよ。こんばんは。こんばんはです。奥井さん、香織さん、こんばんは。あれ、内藤さんライブやってるんですか。香織さん、こんばんは。内藤さんと日曜日ちょっとコラボ難しそうなんですよ。内藤さんが夕方以降、小林聡さんの野良犬、終わったんですね。野良犬ジムのなんか興行があるんですって。で、そこはちょっと、午前中だと思ってましたって連絡がいただいて、夕方からでした。それ以外でありますか、大丈夫な時間ありますかって。僕は夕方以降じゃないとちょっときついんで、ただ一応野良犬道場主催っていう、そうですね、野良犬、小林聡さんは僕本当、現役の時からお世話になってたんで、よろしくお伝えくださいっていうことで、はい。多分内藤さん見てないかもしれないですね、 LINE を。あ、今 LINE 来ました。分かりました、また連絡させていただきます。興行出ちゃいましょうか。いやー、千葉、内藤さんって木更津の方でしたっけ。慶吾豊のはしごパシ。慶吾さん、今日、スケボーやってましたね。あ、船橋なんですね。そう、津田沼説と船橋説がありますけど、どっちでしょう。どこでやってるのかな。マッキーさん、どうも。ハロー、テルバシーです。明日の野良犬小林さんの道場ってどこで、なんか葛飾の方じゃなかったでしたっけ。セスキムさん、佐々木さんの試合じゃないと思いますね。ハラミちゃん初めて見ました。ずっと笑いながら弾いてるのが不気味で耐えられません。はぁ、あ、怒られますよ。ハラミちゃんファンに怒られますよ。彼女はあの笑顔がいいらしいですから。どうも竹中さん、お疲れ様です。あ、佐々木さんの試合だ。あ、じゃあちょっと延期ですね。佐々木さんの試合はちょっと何も口出せません。本当に頑張っていただきたいです。じゃあ抱けるか抱けないかの田舎です。あ、野良犬道場は東日暮里ですか。そんな僕遠くないですね。行こうと思えば全然行けます。練習させてもらいに行こうかな。
へえ。行きましょう。これは行かないとって。でも野良犬道場の試合なんで、多分東日暮里のジムでやるわけじゃないと思うんですよね。あ、KY さんありがとうございます。今日ね、ちょっと大事件があって、いやー本当にね、どうしようかなと思っちゃうんですけど。イケメンではないですね、残念ながら。イケメンになりたい。今日某ジムに行ったら秋山さんと会いました。ご挨拶させて、控えめに言ってイケメン。夜の楽しみは慶吾くんと武さんで。明日の慶吾くんと慶吾さんと佐々木さんとコラボするんですか。いや、まだあのお話はしてないんで、まあ、タイミングで、まあ、ちょっと僕はお会いしたいなとは思ってるんですけど、それはあの僕が決めれることじゃないんで、なかなかそこは、はい。柔道最高。うん。秋尾ちゃんここに誘うの忘れてた。秋尾ちゃんって誰ですか。クレベル小池とスパしてほしいです。スパってあれですかね、マッサージのスパですか。スパーって伸ばさないと、スパになっちゃいますよ。秋山さんと、いや秋山さんとコラボしてるんですけど、僕の目論見がバレてるみたいでね、ちょっとダメですね。フリーメイソン、フリーメイソンと人って誰だ。フリーメイソンは本物のフリーメイソンの方ですかね。僕本物のフリーメイソンの方にお会いしたことありますよ。クレベル小池とスパーしてほしいです。勝てる自信ありますか。それ何ルールですかね。朝倉未来に勝ったら1000万円にプロ格闘家立候補してましたね。多分断りますね。誰ですか、立候補したの教えてください。朝倉未来のストリートファッチに勝ったら1000万円に応募してほしいです。絶対断られます。香里さん、秋尾はもはやレギュラーですか。誰が立候補したんですか、プロ格闘家。絶対選ばれないじゃないですか。あ、秋山さんと金太栄戦ですね。僕はあの裏話知ってますよ、太栄さんから聞いてたんで。はい、ちょっとストップされちゃったやつですよね。モハンドラゴン、モハンドラゴンさんって聞いたことあるんだ。あー、はい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 。あ、モハンドラゴンさん立候補したんですか。はい、フットルーズさん、どうもどうも。ぶっちゃけヘビー級は避けそうですね、朝倉未来チャレンジ。ヘビー級なんか誰もいないんじゃないですか。ハローナイテレパシー、ハローナイテレパシー、見てるか渋谷警察署のみんな。モハンドラゴン有名な格闘家、ドラゴンさんは有名な格闘家ですよ。なんだっけな、お店やってるんですよね。メキシコ料理じゃなくて、なんだっけな、なんかの料理で。タイソンさん応募したら面白いと思います。いや、もう
やらないって言ってるじゃないですか、本人がもうそういうのは。偶然ピアノあります。モハンドラゴンが俺でやる度胸はあるのか。売名ですね。でも選ばれないの分かっててもドラゴンさん言ってますね。これは福太郎さんって読むんですか。こんばんは。朝倉未来チャレンジに大地さんが仮に当選したらどのような戦法でいきますか。あれどういうルールなんですか。洋服を着てグローブをつけるんですか。まあさすがに僕は選ばれないと思いますよ。 99.9% 勝ちますもん。だって普通だって僕みたいなヘビー級とできるわけないですもん。すみません、僕エルトン・ジョン分かんないんですよ。誠に申し訳ないです。渋谷警察署のみんな見てるか。カシメロリゴン動線について、いやーひどかった、がっかりしましたね。ヒョードル対青木真也、ありましたね。でもあれカシメロじゃなくてリゴン動が勝ちにしてもらいたかったですね。どうせだったらもうカシメロのだってあれじゃ絶対井上選手に勝てないじゃないですか。あのパンチもなんかちょっと猫パンチっぽいし、どうせホストのギアってやつとか選ばれるんだ。あるあるですね。豊かちゃんに会いに豪強勝ち込みに行くんですか。行くんですね。わかりますよ。行かないっすよ。魔女の宅急便ね、僕ね音楽覚えてないんですよ。ごめんなさい、すいませんです。その辺に関してはハラミちゃんの方が上ですね。申し訳ないです。ミクルはヘズマリューのタックル切れなかったでしたよね。あ、そうなんですか。僕見てないです、すいません。ハロービタミンパシー。マッチョドローン、こんばんは。 JY さん、3本勝負となるかもですね。那須川天心戦みたいに、あんま見たくないですね。ヘズマリューパワーすごいですもんね。あとレスリングしたし。あ、そうなんですか。アベンジャーズのイケメンホスト。つばきくんね、そろそろ彼の動画が出ますんで楽しみにしてください。朝倉未来と敬語の煽り合戦が見たい。あ、ナビヘさんこんばんは。どうも。はい、どうもです。メントスコーラ、何ですかそれ、意味わかんないっすね。ストレートファイトだったらドウェイン・ジョンソン、
バディスタ。バディスタ好きなんですよ、僕。バディスタ強いっすね。赤瀬さん、どうも、こんばんは。あ、アンチのドン小泉さん来ましたよ。皆さん、この人、ドン小泉さん、アンチです、僕の。貴重ですよ。ロシアの漁師にスパーリング挑めば意味がわかんない。セクシーなキャムソール着てます。ありがとうございます。ええ。ビッグショーは強いですね。あ、警護審議隊の方、どうも。いつもお世話になってます。明日、警護さんと、あ、明日じゃないか。金曜日か。ごめんなさいね。明日ですね。ビッグショーはやばいっすね。最近みんな皆さんあれですね、題名について全然聞いてくれなくなってきちゃったな。そうですね、ビッグショーはやばいですね。ちょっとやばい系です。今皆さんね、UFC もすごいですけど、アメリカの格闘技のチャンネルで、関連チャンネルで出てくるストリートファイトの、ストリートファイトって書いてある、ストリートファイトで多分出てくると思うんですけど、に大体平均で200万再生回数ぐらいいってるのがあるんですよ。それちょっと見てみてください。素で、完全素で、手首にテーピング巻いてるぐらいで、めっちゃえげつないっす。はい。もうバックドロップ、もう普通下の地面なんですよ。で、肘、頭突きあり、もう半端じゃないっす。もう雷神の、軽量級の総合も、それでやりたいっす。はい。玉井さん？玉井さん遅いっすよ、もう。皆さん、おいっすー、みなみさん。皆さん、気をつけてくださいね。皆さん、弁護士さんは絶対に、知り合いの弁護士さんは必ず、もしくは、知り合いとかじゃなくても、担当した弁護士さんはいつでも連絡つけるように しといてください。すごい男らしいのに、美しいピアノを奏でる大臣君、ミステリアス、素晴らしい。ありがとうございます。おいっすー。渋谷で警官投げ飛ばしました。ピアノ変えました。質問来たー、質問来たー。いやー、渋谷で警察官にね、拉致られそうになりましたよ。任意同行という名の強制同行させられそうになりましたね。明日から恵子さん旅行？え？本当に？うわっ！波平さん、すいませんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、よかったですね、持ち主の。やっぱりね、お財布はちゃんと届けるのがね、一番ですよ。僕ね、4年前ぐらいかな、年末に財布なくし、盗まれて、もう最悪でしたね。いやー、素晴らしい。波平さんは、波平さん、いいオーラ出してますね。もう、要するに天に唾を吐くと天に自分の、唾が降りかかるのと一緒なんですけど。おい、渋谷警察署のみんな見てるか？やっぱりね、いいことをすると、やっぱり必ず帰ってきますね。あ、もちろん釈放されてますよ。拉致られて、で、僕、ごめんなさい、弁護士の先生、何人か知り合いがいるんですよ。で、片方の先生は、もうめんどくさいから、警察署に行って、
ね、やってないんだから、あれしてくださいと。ね、仕事もあるでしょと。で、もう一人の弁護士先生に聞いたら、もう行く必要ないって言われたんですよ、それ。しかも、任意かどうかっていうのも言わないんですよ。普通だったら、要するに任意かどうかっていうのを、任意同行願えますかっていうことを言わなきゃいけないんですよ。なのに、たまにいるんですよ、こういう警察官。はい。いやいや、波平さん、とんでもないです、本当に。僕、今日ね、散々な日だったんで、翔さん、こんばんは、どうもです。どうもです。今日はめちゃくちゃ運悪かったっすね。いや、職質じゃないんですよ。ちょっと、あることがありまして。あることがありましてですね。ね、まあ、要するにこれ撮影してるわけじゃないですか。ね、ほら、例のやつですよ。前話した。覚えてますか？僕からは言わないんで。なんと、そいつらが、そいつらがなんか盗撮されたと。嘘を言ってですね、嫌疑がかかってると。で、僕はその動画を見せたんですね。はい。で、もちろんその動画は、盗撮どころか思いっきり撮ってるわけですよ。お前らおかしいだろう、と。あ、トリプル G さん、こんばんは。これで、で、向こうも撮ってきて、トリプル G さんありがとうございます。助かります。今日めっちゃ嫌なことだって凹んでたんで、本当に皆さんから力いただいてます。ありがとうございます。波平さん、トリプル G さんありがとうございます。どうもどうも。そうなんですよ。で、要するに、悪いものを、悪いところを取るっていう、悪いことをしてるところを取ろうとするっていう、で、要するに、証拠を残さないと、ね、警察にも言えないじゃないですか。で、証拠を僕は取ろうとしたわけですよ。ジャーナリズムとして。そしたら、まあ、向こうも取ってきて、ええ。で、しまいや、なんか、気分が悪いとか言って、これね、もしかしたらね、やってくるかもしれないですね。はい。いや、本当に最悪ですね。本当にね、そういうね、チンピラたちがいるんですよ。女チンピラ。いや、ほんと危ないっすよ。皆さん、だから弁護士先生には本当にちゃんと、弁護士先生、裁判とかそういうことをやるお金は絶対持っといてくださいね。はい。で、一応今日の状況を、今日の状況をですね、一応知人の警察官の方とか、警察官僚の方には一応伝えようと思ってるんですね。ひどいですよ。だって、まず取調室に連れてかれるんですよ。で、取調室の中に入ったら、ね、電話使えないんで、電話使えないんでって。いや、電話使えないってこと絶対ないんですよ。皆さん気をつけてくださいね。そういうことやってくれるやついますから。うん。ただ、まあ、もう一人の弁護士先生曰く、それね、行く必要なかったですねって言われたんですよね。ああ。いや、法律わかってるんですけど、やっぱりね、
身元を知りたいってだけで連れてこうとするんですよ、無理やり。あ、勝さん入り口に置かされてるんですか。それね、違法ですよ。それダメですよ。携帯を置かされるってことはね、ないです。ダメです、ダメです。はい、でまたそいつがなんかね、なんか気持ち悪いっつって、役者役なんだっけ、なんか薬局行ってから来るとか言って、うん、だからもしかしたらやってくるかもしれないですよ、民事でこういうクズは。いや勝さんダメですよ、やそれ、それ違法ですよ。だから弁護士先生と、絶対弁護士先生は必要です。はい、でその専門に強い先生を話聞いてください。必ず連絡できるようにしといてください。はい、なんだかんだ言って無理やり連れることしますから、任意なのに。でね、その動画も見せてるわけですよ、ちゃんとその場で。向こうも撮ってるわけですよ、こうやって。なんか多分撮られて、調子に、なんか気分を害した、精神的に害したってね、多分やると思うんですけど、はい、まあ私もね、まあちゃんと弾は持ってますので、受けて立とうじゃないかと。はい、そう、当たった警察官にもよるんですけど、町柄、本当にね、場所柄ですね、あとは。さっきピアノ変えましたって言ったことは、すごいですね。そう、通報したもん勝ちみたいなね。そうそうそう。で、僕なんか、通報したのに、悪人扱いされたことありますからね。いや、ひどいっすから。だから当たり外れがあって、外れ引くと、とんでもない目に遭う。そのために弁護士さん。必ず弁護士先生とは、ちゃんとコンタクト取れるようにしといてください。はい。でね、僕行った時にね、はい、ここに携帯出してって言われたの。はぁっつって。携帯からね、画像を抜こうとしたぞ。ああ。音をちょっと小さくしてたんです、さっきまで。はい。で、逮捕状も出てないのに、ね、しかも動画見せてるわけですよ。ああ。どこが盗撮なんですか、これ。つって。虚偽申告じゃないですか。いや、本当にひどいっすよ。なんで、僕の携帯からなんか、あれ抜こうとしてるんですかって。やめてくださいっつって。全身の写真撮っていいかって言われたから、撮っていいですかって言われたから、ダメですっつって。でただその弁護士先生に、後から違う弁護士先生、事件の方の専門の弁護士先生に聞くと、全く行く必要ないって言われました。はい。でですね、僕ね、そういう時のために、常に、携帯以外に録音できるものを持ってるんですよ。すべて会話を録音してます。はい。録音されてないと思ってると思いますけど。
うわー、親衛隊の、警護親衛隊さん、ありがとうございます。いやー、ほんとにね、こいつら、ほんとどうしようもないよ。マジで。半端じゃない。なんで写真撮らなきゃいけないんだ、つって。ああ。もちろん断りましたけどね。ああ、無理無理。無理、嫌です。で、皆さんね、とにかく無理やりつけてきそう。無理やり、任意という名の、しかも任意とも説明しないんですよ。任意とも説明せず、ね。で、なおかつ強制で連れてこうとして、ああ。強制で連れて行こうとして、ね、携帯を触らせないようにしたりとか、ありえないこと、ありとあらゆる手を尽くしてきますから、ちゃんと、どうしようもない奴ら、どうしようもないおまわりは、警察官は、ちゃんとした警察官はそういうことしません。はい。ちゃんとした警察官はしません。で、僕 PTSD 持ってるじゃないですか。だからもう PTSD を、おかしく、ちょっと悪くなってる、薬飲んだんですね。はい。ちょっと症状が見にくくなってるんですよ。で、向こうの、奴らが何をやってこようが、こっちには証拠があるので、僕なんか追っかけられてますからね。こう、電話しながら。はい。そんな奴が、ね。そんなことないですよ。職権乱用っていうかもう、だからね、本当にね、気をつけないと、無理やり連れてこうとするんだから。で、なんで任意かどうかを言わなかったんですかっていうと、ずーっとね、わけわかんないけど、ずっと喋ってるんですよ。ずーっと喋ってるの。え、だからなんで任意かどうか言わなかったんですかって。いやいや、そうじゃなくて、だからなんで任意か聞いてもらっていいですかって。いや、だから任意かどうか言わなかった理由を言ってくれって言ってんだっつって。はい、あ。なんで、とにかく、無理やり連れて行こうとするんで、行く必要はありません。はい。気をつけてくださいね。たけちゃんなんかもそういったこととかよくやってますけど、うん。もうちなみに動画は、ちなみに動画はちゃんと全部その警察の発言とかも含めて弁護士先生に送ってます。はい。ああ、ビンゴさんどうも。話が通じないんだ、誰かに似てる。いや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 。カスさんね、警視庁は狂ってないんですよ。警察の人たちはちゃんとやってます。一部の人たちはちゃんとやってます。ええ。事情聴取したいからこっちにいいですかって聞かないで向こうから手に行ってこないですからね。そうなんですよ。だから気をつけてくださいね。本来だったら任意かどうかもじゃなくて、いや、行く必要ないって言って断れますから。はい。手を出した瞬間に公務執行妨害やるとですね、気をつけて。いや、僕なんかも普通に、コロナだから近づかないでくれって言いました。大丈夫です。あんたがデルタ株持ってない証拠、なんかあるんですかって。で、そういうことを言うと、向こうって、警察官って意地悪魂を出してくるんですよ。で、とにかく連れてくんですよ。うん。とにかく連れてきたい。なんかそんな言葉ありましたよね。とにかく。とにかくなんだっけ?とにかくなんかお笑いの人でいませんでした?
そう、とにかく明るい安村。うん。とにかく連れてきたい安村みたいな感じですよ、本当に。モニゴレさん、こんばんは。そう、点数制だからね。でも皆さんね、勘違いしないでほしいのは、私も警察官の方に知り合いたくさんいますけども、ちゃんとやってる方は本当に順法制を守って、順法保護バッジを汚さないようにちゃんとやってます。はい、そこだけは勘違い、そこだけは強く言っておきます。はい、まあね、そんなこんなでも本当ね、とんでもないね一日だったんですけど、本当にね、あれなんですよ。そう、疑わしきは罰せずなんて嘘ですね。ちゃんとやってる警察の方にしたら迷惑でない。そうなんですよ。ちゃんとしてる警察官が非常に、非常に迷惑してるんですよ。そういう警察官のせいで。間違った手順を踏むと弁護士のように警察署の内視でそのデカも処分される。業務職質されて財布から風俗のポイントカードを出さない人を何て聞かれて、引き付けの意味からだと言ってやりましたよ。ああ、そうです。結局人としてのモラルですね。だから要するに、なんかほら、権力持って威張っちゃうっていう、格闘家デビューと変わんないですよ。大人デビュー。うん。口の聞き方ムカつくおまわり、いますね。今日もいましたよ。うん。一人に対して、二人三人で話してくるから、ほんとめんどくさいんですよ。ね。なんで、皆さん、何かあったときは、ちゃんと強い弁護士さん相談すること。あとは、自分が何か被害者に会ったら、警察に行くんじゃなくて、検察にそのまま、直で、告発してください。はい。で、上から落っこってきて警察官はやらざるを得なくなりますから。はい。録音、録画されてくれ、させてくれない職質は意味わからない。まあまあまあ、でも、録音してても、法律に違反しないので、全然問題ないですよ。ポチッとどっかで持っとけば、もう押すだけで取れますから、今の集音マイクは。すごいですよ。はい。普通ね、携帯入れてなんて、携帯なんか入れさせないですから。はい。池袋署の一家はフレンドリーですよ。いやいい人たちはいますよ、全然。ちゃんとしてる人たちは本当います。はい。ねえ。いや、今日は本当バッドデーだった。いや、大丈夫ですよ。もちろん。向こうも、警察官も、これ盗撮とは言えないのは盗撮じゃないですってはっきり言ってるんで。ただ、問題なのは、なんかいきなり薬に買いに行った、加害者連中。はい。チャッピーさん泣いてるじゃないですか。ね、もうすべての録音動画すべて弁護先生に送りました。そういう時に必要なのはギガファイルですね。
いやもうダニエルパウダーですよ本当に。スカーポリスはいないですね。それでも僕はやってないの世界戦ですね。今日はそういう日だったんですね。そういう時もありますね。でも自分はその警察会社にスパシャ代もらえたのはチャラです。あーすげえ、本当にすごい。ああ、いえいえいえ。あれ、モコメリーさん、大丈夫ですか？私はあなたのことがとても心配です。いえ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 。ちなみに、すいません。ケイゴさんは、京都何泊行くんですかね？僕とのコラボ忘れてますね、多分。京都ですよ。その駒野会長のアメリカですよね。1ヶ月って。19日から、あ、じゃあ完全に金曜日のこと忘れてますね。あ、そうですか。K さんのところで。そう。もう、K吾さん忘れてますね、完全に。行かないです、僕は。僕はちゃんと仕事あるんで。もう、K吾さんは本当にもう、困ったな。ちょっと、LINE してみますね。あ、LINE できないのかな？もういいや。皆さんちょっと、ケイゴさん連絡取れる方お願いします。いやー、今日エレベーターに乗ってる時、言われましたよ。すごい体してるねって。白川の警察官の方に。電話した方がいいですよ。京都に木刀買いに行きましょう。なんで京都やねん。先だったってことですか？Thank you.
腕回りはケビン・ランデルマンさんぐらいです。ミニビンハムさん、お疲れ様でございます。もうしょうがないですよ。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。もう慶吾さんはしょうがないです。とりあえず苦情のラインだけしときます。しょうがないです。炎のファーターピアノバージョン。炎のファーターって何ですか。あ、腕回りもそうですね。マイティーそうですね。そうです。多分ね、これ斜めになってるんですけど、まっすぐになれば、大体ほら画面が腕で隠れるんですよね。二頭筋と三頭筋で。で僕ね、肩小さくないんですけど、二頭筋と三頭筋がでかすぎて肩がちっちゃく見えちゃうんですよ。PTSD。いやー、PTSD って、僕の場合複雑性 PTSD なんで、不安緊張だけじゃないんですよ。僕メリーさん。感情をコントロールするのもすごく難しくて、本当に、本当大変なんですよ。SSRI 系の薬飲んでるんで、ああ、体脂肪率っていうのはね、未だかつて僕は測ったことがないんですよね。ごめんなさい。ということは、豊ちゃんとのコラボもなくなったんですよ。すいません、チャッピーさん。本当に申し訳ないです。ただ、ただ僕の夕方以降の時間が合えば、場所的には、なんだろう。まあ、いいのかどうかわかんないですけど、その小林さんに挨拶も含めて、佐々木さんの試合を見に行けたらなっていう、まあ、OK 出ない、まあ、ちょっと難しそうですけどね。はい。ただ、小林聡さんには、何卒よろしくお伝えくださいってことを言ってあるんで、はい。
木さんのテーマやっぱ最高ですね。ピアノと格闘技どっちを先にやってたんですか。ピアノは特に習ってないんですよ僕。自分現役の時 8% でしたから、毎日トレーニングしないと無理でした。 8% は僕はないです。もっとありますよ。 8% 以上ありますよ。おいこら 8% 以上あるよ。おい、お前ミーかどうかも言わないで、なんで俺のことずっとことすんだこの野郎。おい、お前らの、お前らのその腐ったタイプは俺のリキュラリアットでな、もうぶっ壊すだから。お前いや、ハラミちゃんには絶対弾けないですね。ハラミちゃんに弾いてみろと言いたいです。僕は別に対抗してるわけじゃないですけど、そうです、何でも美に変えます。僕は Be Beautiful です。あ、加藤さん PTSD なんですか。本当ですか。いや本当です。本当ね、辛いですよね。お互い頑張りましょう。本当ね、社会って冷たいでしょうね。でも絶対負けないでくださいね。クズには絶対負けない。いや綺麗ハハハハハハハ、切れてないです、切れてないです、切れてないです。あ、どうも、上司のご機嫌、はい、ありがとうございます。ハハ菊池亮太って誰ですか。すいません、失礼ですが、 PTSD は以前お話ししていたサイコパスのストーカーでですか。サイコパスのストーカーって何の話だっけ。いや、まあこれはいつか世に出す話ですので、今ちょっと今出せないんですよ。ただもう司法がほぼ 99.9% お前らは嘘つきだっていうことを判断しているので、問題ないと思います。長州さんってベンチ200上がると本当ですか。ここだから勘違いしてるんだよ。おい、おい、ここだ、ここだ、おい、ここだ、あごってなんだろ、あごって。おい、こら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 、これは切れてますよ。負けないで弾きましたよ。サイコパス、サイコパスいいいい、切れてないです、切れてないです。長州の入場国以上のパワーホール、海田寺水郷の有田の中小で長州ですか。モノマネが似すぎです。冬木、あ、冬木さんの分からないです。あ、加藤さんほぼ同年代ですね。頑張りましょう。ブルース・リーさん、いえ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 。加藤さん、頑張りましょう。大丈夫です。悪の栄え続けた試しはなし。バンダレ、バンダレすごかったね。バンダレすごかった。うん。朝倉未来は、スターになるね。うん、スターになるね。200じゃないです。夕方親父とプロレス見るの楽しみでした。あ、そうですか。40代頑張りましょう。イエーイ、クズに負けるな、クズに。出てこいや、やってくる。すごいな、皆さんリクエストが。おっす、加藤さん、おっす、頑張りましょう。
どうも、高田信彦です。次の雷神、はね、バンダレイ、ヒョードル・ミルコ、いません。いませんけど、その、次の世代ね、ニュージェネレーションたちが、必ず出てくる。必ず出てきたときに、その時には、出てこいやあ、カツさん、僕とのためですか。あ、似てますか。ありがとうございます。浜音はショパンの、ショペンって言っちゃって。小林まみ、ピアノお願いします。誰ですかね、それ。あ、わかんないです、僕。小林まみさん、あさみさん、プロレスラー、こけし。雷神若旦那の君が代ノーサンキューです。僕メリーさん、すいません。ちょっと勉強不足で。あ、雷神のギャラ？あの、雷神のギャラはね、俺的にはもらってない。だけど、統括本部長としては、もらいすぎた。ほとんど解説してないけど、もらいすぎた。武藤圭司さんと付き合いありますか？いや、付き合いはないですけど、ご挨拶はします、お会いしたら。おーって言われます。今度会えますか？じゃあ、オフ会やりますか？ええ、オフ会やりましょう。
エンドレスレインでした。戦いは永遠に続くんじゃ、フォーエバーラブじゃ。いやいや、僕はハラミちゃんに言いたい。このエンドレスレインを超えれるのかと。俺が弾くエンドレスレインを超えるのかと。僕はハラミちゃんに聞きたい。抱かせてくれと。抱かせてくれるのかいと。僕が君をピアノで流せたら、抱かせてくれるのかいと聞きたい。なあ、そうだろ？そういうことだろ？ No music, no life. Yes, I know.全然あの全然八百長の話です。はい、すいません。豊ちゃんまたアンチに反応しましたね。内藤さんライブ始めたんですか。なるほど、ちょうどいいかな。じゃあいやー、皆さん今日もお疲れ様でした。はい、僕も明日朝早いんで散ります。アムロ散ります。いやー、今日は散々な目だった。本当に酒補充したのにって、酒補充しって、いや今日は本当に散々な目にあった。おお、ノーライフ、ノーライフガール、ワンモータイム、ノーライフ、ノーガール。いや、ありがとうございます。いや、本当に皆さんすいません、本当にありがとうございます。もういや、本当散々やったわね。え、証拠を取るのにもやっぱ難しいですね。
ああ、ビタミン C 飲んだ。内藤さんライブ始めたんですか。終わりなき旅終わったよ、終わりなき旅が終わったよ。皆さんもね、守るものがあると思いますが、オールナイトって聞いてない聞いてない聞いてない、言ってない。いやー、ひどい目にあった、本当にひどい目にあった。久々に最後ね、まともな人が出てき、相手してくれて、こういうことって、こういう人たちっているんで、もうちょっとわからないように、わからないようにっていうか、穏便にやってくださいって言われました。うん、今豊かちゃんに聞いたら亡くなったと話してます。そうなんですよ、時間が合わないんですよね、本当にすごい残念。これ縦画面にするのどうやったらやるんですか。これどうやったら縦画面できるんだろう。デバイスを回転させてくださいってな、どうやった、どうですかこれ、この僕しばらくこの顔で、しばらくこの顔でお楽しみください。どうだ、俺がイコライザーだってわからないだろう。オーバーナーキTime over, now, time. よくね。証拠をこっちが取らなきゃいけないこと自体が変な時代。本当そう。その通り。でもね、もうね、本当ね、クズって。そこら中にいるんで気をつけてくださいね皆さん。もうクズ相手にするにはもう本当にそういう風に生きていくしかないんですよ。そういう風に生きていきましょうよね。ちょっと待ってくださいね。Over now. 慶吾君はな、行っちゃうし、どうなっとんのじゃ。接待スパークリング、明日のジョーのラストシーンみたい。そのためグッドです。今は謝ってますよ慶吾君。え、どういうことですか。大地さんすいませんみたいな感じですか。白い動画で言われても説得力がダメですかこれ。大地くんごめんなさいって。いや全然大丈夫です、全然大丈夫です、全然問題ないです。でもちょっと駒野会長ともぜひお会いしてみたいですね。はい、どういう方なのかっていう。そうです。え、あ、
イコライザーじゃなかったら消してます。いろんな声がありますね。あ、でも慶吾さんライブ始めたんですか。マジか。じゃあ僕の役目は終わりましたね。慶吾さんへのつなぎ。いやー、とんでもない日だった。だけどまあ波平さんとか皆さんスパチャしてくれたし、最後はいい日で締めくくって、また明日からも戦い続けますよ。皆さんも戦ってくださいね。いや、ピンクバビロンさんありがとうございます。終わりかどうか分からないですけど、敬語君次第ですね。敬語さん次第。敬語さんの今日のネタは何ですか。でもこれいいこと思いついたんだよね。これやっとくと僕がどこにいるか分からないでしょ。すいません、新しいスタイル、これは僕がどこにいるかわからないようにさせるスタイルです。工事現場、なんか工事の音しましたね。ほら、慶吾くんが始めたから人数がドカッと減った。ああ、いや疲れた。なんかこの絵で見るとなんかあれだな、慶吾さん偏差値が70以上って本当ですか。いやこれはどうでも駒野会長と慶吾さんの話を K さんとしてたんでしたってことは、K さんと慶吾くんは慶吾さんは問題ないってことですよね。なんか K さんになんかすごいこと言ってるとか言っていろいろ言われたんですけど、K さんは全然相手してないですよ多分。忘れてたらどうしよう、後で連絡しますね、中瀬さんって言ってます。やべ、笑い方が長州さんになっちゃった。K さんずっと似合わない。マジだ、マジっすか。まあ K さんもね、K さんそんなことは怒らないですから。 K さんはやっぱり大人ですよ。重大発表したいんだけどね、重大発表ができない、まだちょっとできないんですよね、連絡が来て。僕のジャーナリスト大樹軍団が言ってるのに小山さん無視。いや、大樹軍団じゃないですか、もともと慶吾君のファンじゃないですか。なるほど。京都ってでもいいですね、楽しそうですね。そうだ、京都へ行こうってやっぱ思ったんですかね、慶吾くんも。そんな CM ありましたよね、前ね。旅先で駒の子と揉めて中傷突入。いや、話題を振りまいてくれますね、 K さんじゃなくて慶吾さんはすごいですよね、行動力。
僕ら。圭吾くん、倉木舞の渡月橋、知らないですね。圭吾くん謝ってました。アンチにスイッチ入っちゃってましたね。圭吾くんツイッターで悪口言ってる有名なウドローにデビルになってますね。マジっすか。デビルはやめましょう。なんかそれなんか気になるな。何を言ってるんだろう。なんで圭吾君ってそんなアンチがいるんだろう。おじさんの喧嘩本当ですよね。いや俺だって金曜日圭吾君と君が代を歌おうと思ってたのに、すごい残念です。圭吾さんとハハハ大丈夫です、しょうがないです。そんなこともあります。ということか。これどうすか、これ良くないですか。なんかちょっとかっこよく見えません。ダンスパーティー、どうもダンスパーティーです。はい、普通に戻してみました。クラッシュ、グロー、スレート、ノワール、夜明け、意味わかんねえ。はい、これになりました。いやー。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだぞ。いやー疲れた。もう小山ワールド全開。いやー僕ね、今 YouTube も音出ないんで全然わかんないんですよね。すごい切ないっすよ。 YouTube 音の出ない YouTube って。それでちょっとそれ気になるな。いや皆さん、それではちょっと一食してきます。また深夜圭吾くんがやってなかったらやります。遊び来てください。どうもチャオです。またまた、どうもどうも。はい、ご飯チャイムです。はい、後ほど。はい。